どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。神ゲーとは一体何ぞやという議題に直面した時、僕はですねどうしても一本外せないゲームがあるんですよ。僕の心に強烈にインパクトとして残っているゲーム、それは皆さんご存知バイオハザードです。バイオハザード、初代のバイオハザードです。いやー怖かったですよね、すごい。あのゲーム、初代のバイオハザードはなんであんなに怖かったのかっていう話なんですよね。ホラーゲーなんていうのはね、遡っていくとね、まあまあ結構あるんですよね。ただね、どのゲームもね、ホラーゲーでもそんなに怖くなかったんですよ。まあスーパーファミコンの音切り層は怖かったかもしれませんけど、あれはまあちょっと別ジャンルのゲームですしね、ゲームでホラーを演出するっていうのは非常に難しいことだったんですよ。その演出とかグラフィックの性能の問題とか、まあ今のゲーム機でこそね、グラフィックだけでも恐怖を作り出すことっていうのはできるかもしれないんですけれども、スーパーファミコン、プレイステーション時代なんていうのは非常に大変だったんですよね。だもんだからホラーゲーっていうのは非常にニッチな市場のゲームだったんですよね。ところがどっこいこのバイオハザードっていうのはホラーゲーっていうのを世に一気に広めることに成功したゲームであり、なぜどんな部分がじゃあバイオハザードは怖かったのかっていうところなんですよ。まあ当時1996年ぐらいかな、プレイステーションは当時で言うと画像グラフィックで言うともうほぼほぼ最先端だったんですよ。とは言うものの、まあ、ポリゴンとか使ってたんですけれども、やっぱりグラフィックレベルとしてはまだまだ荒かったんですよね。グラフィックだけで恐怖を植え付けるためにはちょっと物足りなさがある。画面上で見るゾンビを見ていただくと分かるんですけれども、やっぱりそんなに怖くはないんですよ。なんだかそのカクカクごちゃごちゃしているんで。ただこのゲーム最初にゾンビと対面するときにムービーが流れるんですよ。これでもかっていうぐらい不気味なゾンビがゆっくり後ろを振り返る印象的なシーンなんですよね。そのムービーをゾンビと出会う最初に入れることで、それ以降に出会うポリゴンのごちゃごちゃしたゾンビもその時のムービーを思い出すので、不気味なゾンビだっていう風に認識しちゃうんですよね。でさらにこのバイオハザードはBGM がすごく少ないんですよ。あるいはすごく控えめなんですよね。だからゾンビがのそのそって歩く音とか、うーっていううめき声みたいなのがすごくしっかり聞こえてくるんですよ。画面上にゾンビはいないのに、ゾンビが動く音やうめき声だけが聞こえるから、どこかにいるんじゃないかっていう不気味さが常にゲームの中に漂ってるんですよね。でゲームを始めてしばらくの間、そういうなんかこう微妙な不気味さを感じながら進めていくと、ある一本の廊下に出会うんですよ。その廊下を通り過ぎようとすると、窓ガラスが急にパリーンって割れて犬のゾンビがバーンって出てくるんですよ。これ初見プレイヤー全員最初はビグンってなるところなんですけれども、人呼んでワンワン事変と私は呼んでいるわけなんですが、バイオハザードって操作方法が初代はねすごい独特だったんですよね。でゲーム初めて序盤だから、まだその独特な操作方法に慣れないまま、急にそのびっくりと、今までノロノロしか動かないゾンビばっかりだったのが急に犬でちょっと早く動いてくるゾンビが出てくるもんだから、びっくりもするし慌てもするんですよ。あ、やばいやばいやばいなんて言ってその場を逃げようとすると、もう一匹パリーンって犬が出てくるんですよね。もう一回ビクってなるわけですよ。そのびっくりと慌てるっていうことと、その恐怖の体験が序盤の方で緩急つけてあるから、最初ゆっくりのゾンビしかなかったのに急にびっくりポイントがあったりするものだから、その演出以降ずっとそういう恐怖がどこかにまた待ち構えてるんじゃないかっていう、なんかこう切迫感というか恐怖感みたいなのが常につきまとうわけなんですよ。だから一個扉開けるのも怖いし、物陰、微妙なねバイオハザードのカメラアングル、なんかこう影の方が見えそうで見えなくなってるあのカメラアングルとかも、その影になんかあるんじゃないかっていう恐怖がゲームをプレイしてる間ずっとつきまとうわけなんですよね。バイオハザードっていうゲームがただモンスターを倒して進むだけのサバイバルアクションゲームからホラーゲーに一気に様変わりするその瞬間とも言える演出なんじゃないかなと思ってます。先にも述べたようにホラーゲーっ
っていうのはかなり昔から、まあ、それっぽいゲームはたくさんあったんですけども、どれもねやっぱりそんなに怖くなかったんですよね。でそれはさっき言った通りグラフィックやハードの性能っていうのもあるんですが、ゲームっていうジャンルとホラーっていうジャンルがなかなか合致しにくいっていうところもあったんだと思います。その問題点を演出だけで切り抜けたバイオハザード、当時バイオハザードにはそんなに多くの人はホラーの要素を期待してなかったんですよ。ただプレイヤーのそんな期待を大きく裏切る形でホラーを植え付けてしまったんですね。プレイヤーの期待を大きく飛び越えたり想定外の経験をさせられると人々はこう言うんです。あ、神ゲーだこれ。当時全然期待されてなかったゲームで評判も発売前は悪かったんですけれども、プレイした人の口コミがもう呼んで呼んで、売り上げが最初14万本ぐらいだったものがなんやかんやで100万本まで売れるっていう、まあ、ゲームの業界でいうとかなり異例な売れ方をした超実力派、自他ともに認める正真正銘の神ゲーと言えるんではないでしょうか。神ゲーって何なんだろうって考えた時にバイオハザードを思い出すと、期待してるものをはるかに上回る演出や経験をさせてくれたり、想定していなかった経験を与えさせてくれるゲームっていうのがきっと神ゲーと呼ばれるものなんじゃないかななんて私ケージチャンネルは思うわけでした、というそういう今日の動画でした。皆さんが思う神ゲーっていうのは果たしてどんなものなのでしょうかね。ぜひコメント欄で聞かせてください。というわけで今日の動画は神ゲーバイオハザードについて語るでした。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。